BRMP180 は F1 コンストラクターのブリティッシュレーシングモータースが1972年に開発したフォーミュラワンカーである。デザイナーはトニー・サウスゲート。1972年からマールボロが BRM のスポンサーにつき多額の資金を得て開発された。P180 の特徴はラジエターやオイルクーラーを車体最後部に配置して重量を マシン後半に集中させている点である。フロントのノーズは低く薄いスポーツカーノーズを採用。空力を意識して、コクピット前方が低く設計され、その結果コクピットカウルとステアリングホイールが干渉してしまうため、ステアリングを逃す穴が開けられている。2台製作されスペイン GP で、ピーター化身のドライブによりデビュー。 しかし、極端な重量配分により、アンダーステアが発生して操縦性が悪化したため、モナコ GP が終わった後一旦レースから撤退。この間アンダーステア解消のためマシンを回収。オイルクーラーがマシン右側に移設されイタリア GP より復帰するが、結果を残すことはできなかった。10月22日にブランズハッチで行われた非選手権レース。 ワールドチャンピオンシップビクトリーレースでベルトワーズのドライブにより優勝している。ありがとうございます。